また行きます。本当にあの当たりは来ないですもんね。イグイという感じで、お、来たよ。今当たり来ましたよ。おっ、おいしょ。おっ、次は、あ、次はニジマスですね。うわ、綺麗だ。綺麗なニジマスが来てくれましたよ。はあ、よし、来い、こっち来い。はい、ニジマスです。うわ、綺麗だ。はあ、これどっから来たんでしょうね。入って真夏と変わんない。あ、素晴らしい。これまるっきり真夏と変わんないコンディションですよ。わ、素晴らしい、素晴らしい。うわ、見てください、真夏と変わんないです。さあ、逃がしてあげましょう。うわ、すごい。よし、サンキュー。ちょっと真似してみました。あんまり釣ったらサンキューおじさんに怒られちゃうかもしれませんね、これ。よし、はい、また来ましたよ。これはまたおしろこま。あ、これどうだ。これはよし、よし、はい。あ、これはニジマスくんでした。はい、ニジマスくん、可愛らしいやつですね、今度は。はい、はい、はい、どうも。よし、来た、来ましたよ。あ、これはニジかな。どうだ、うん、これは虹かな。はい、ニジマスです。はい、はい、ニジマスくんですね。はい、ありがとう。うわ、どのニジマス、あ、これも餌食ってますね。結構餌食ってますわ。痩せてませんもん。いやー、それだけこの、ここは豊かなんですね。豊かなんです、そこ。川が。餌が豊富なんです。これなぜ魚がいるかっていうのはもう完全に生きるために最高のポジションに魚いますから。目的はもう一つだけです。